パサー、皆さんこんにちは、ちょっと若干テンション低めなディリゲント下村です。ちょっとね、テンションが低い理由は、まあ、ちょっといろいろあったんですけれども、ちょっとね、まあいつも僕が使ってたパソコンがなんか若干一回りちっちゃくなってるっていうのに気づいていただけたら、幸いでございます。というわけで、今回、見るだけ簡単5分で使える DJ テクニックボリューム11なんですけども、今回サンプラーの続きをやっていきたいと思いますがですね、ちょっとですね、サンプルが、まあ、いろいろな事情によりちょっと使えないので、これ一回り小さくなったことを、再度言いますけども、それを察していただけたら、あ、なるほどねって思っていただけたらと思います。というわけで、今回僕は特別なスペシャルのサンプルを3分で作りました。マスター最悪ですというわけで、マスターこの僕の汚い声を使って、今回はちょっと、サンプルを、サンプラーの使い方を紹介していきたいと思います。ではですね、今回は、前回、サンプルを、のトリガー方式と、Q でいろいろ変更できるっていうのを説明したと思うんですけども、今回はですね、じゃあ僕の、ワッサーを使うとどうなるか、今回どういうことをやっていくかっていうのをちょっとお話ししていきたいと思います。通常の声がマスター、はい、これ前回の動画から、まあ、サンプリングしてるんですけど、マスター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 、わかりますかね、音程をこう変えてるんですね。で、これ単純にその音程を変えてるわけじゃなくて、速度 BPM を速くしてるだけなんですね。で、 BPM を速くしてるから、その分、曲がこう縮まって音程が高くなる、もしくは、遅くしてって低くなるっていうようなことを、この SP6 を使うとできるんで、今回はこれを紹介していきたいと思います。マスター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 、ふざけたサンプルですね、本当に。マスターというわけで、では解説の方に行ってみたいと思います。はぁ、はい、というわけでですね、引き続き、サンプルのSP6 の解説なんですけれども、今回は、まあ、前回と同じ詳細の画面ですね。ちょっと復習しましょうか。SP6 を出すには左上 SP6、SP-6 のボタンを押す。そうするとこのサンプラーの画面、合計6個、バンクは4個、6進24個のサンプルが打てるんですけれども、この中で、前回触れたところは前回の動画をちょっとチェックしてください。 Q ポイントとかトリガーを欲しい説明してます。今回はですね、その Q ポイントの下にあるこのフェーダーなんですけれども、フェーダーですね、これがマイナス 8% からプラス 8% まで、動きます。で、これ何かっていうと、保温注意ということで、一回保温って鳴らしますね。はー、はい、これ僕の汚い声なんですけれども、さっき僕が何をやってたかというと、この速度を変更し、できます。このフェーダーは。なんで、まずこの速度を、プラマイゼロのところから、マイナス8%。はぁ、なんかちょっと、ね、暗い声になったと思うんですけども、まあ音程が低くなってるからなんですけども、まあ、この調子で、階段というか今回を作っちゃおうという。正確な音階かどうかは定かではないですけれども、だいたいマイナ8、4、0、プラ4、プラ8でさっきは作ってました。はぁ、はぁ、ちょっと音程上がった感じがしますね。で、続いて、ほう、これプラス、マイナス0。はぁ、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 みたいな感じですね。で、まあ、この調子で、今度はプラス4とか。これただ、何個も何個も作ってますけど、これ速度を変更しているだけなんで、で、速度を変更すればまあ音程が上がるというのは、もう皆さん DJ やってる方だったらお分かりいただけると思うんですけれども。はい。はぁ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 、これ単純にその、再生速度を変えているだけです。はぁ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 、はい。これだけでこんな風に音階というか、音程をつけることができたりするんですね。はい。これプラスその Q の、Q ポイントでのトリガーだったりとか、トリガー形式
トリガーの方式を変えるというのをやっていくと、かなりもう一つのサンプルだけでもいろいろと遊べたりすると思います。というわけでいろいろと SP6 について、サンプラーについて説明してきたと思うんですけれども、はい、どうでしたでしょうか。ちょっとですね、また何かこうサンプルを面白く使うテクニックとかが、なんか出てきたなとか、あ、ひらめいたっていう時はまた動画にしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。でですね、さっき撮影中に最悪な夏を感じるサンプルトリガーを見つけてしまったので、ちょっとやっておきたいと思います。はっ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 、ありがとうございました。はー。